でそれをやりに時々そのマシンのためだけに時々来るんですね。そうそう、で、うん、あの今日さっき予約入って、うん、そのマシンは空いてるんで、うん、へえとかって言ったら初志がおはようございますとかって言うから偉いねなんて、いえいえ、でそのままもう頑張ろうねお互いにつったら、なんかチラチラ私をなんかこう見てるのが、なんかこうあるじゃん、人ってじっと見てるとなんか見られてるような気がする、うん、で見るんだけど、いない、うん、いない、気配は感じるけど誰も見てない。で芸能人誰か来てるってトレーナー聞いた、いや今日はあの淳さんがさっき急にあの入られただけで、だけどあのご予約はありません。あ、そう、うん、全然違うね、うん、でも誰か見てんの、ね、なんだろうなと思って、はあはあ、なんか奥の方で私がその腰にいいっていうブルブルって震えるマシンがあって、それをやってこう入れ替える時に、はい、入れ替える時にこうなんかすれ違う時にね、こんにちは和田さんって、あのダルビッシュの、ああ違う違う、ゴールデンボンバーのダルビッシュですって言うの。で私はとか言っちゃって、なるほどなるほど、あんたとかって言ったら、はい、あんたすいませんすっぴんで、あのさ、あんたの場合すいませんすっぴんって別に謝ることでもないじゃない、全くわかんないの。そりゃそうですよ、うまく言えないけどパンダみたいな顔じゃない、ええ、メイクが完全なるメイクっていうのは、まあ、メイクでいいんじゃないですかね、ええ、それを歌舞伎でいうとこの熊取りっていうんですか、そうそう、あれかっこいいね、それを取っちゃってるからもう本当にわかんないのよ、ええ、ところがその顔が可愛いの。そうなんですか。すごくね、目も割と大きくて、うん、涼やかな目っていうか、私ちょっと表現がダメなんだけども、うん、もう絶対嘘つかない、いい人だなっていう目なのよ。えとかって言いながら、もう私笑っちゃって、そんなすっぴんですいませんって、女でもあんま聞かないけど、全くわかんない。これあんたに会ったっつってもね、あんたの素顔知ってる人いないんだから、言えねえよこれは、とかっつったら、いや、もうどんどん気にしないでどんどん言ってください、とかって言いながら、ね、しょっちゅう来てんのって、いや初めて来たんですよ、なんで背も高いし、はいはい、なんでって言ったら、いやあのちょっとあの体力がなくなってきたんで。そうだよお前、音楽祭見てもコントみたいなのばっかりやって、お前歌ってないじゃん、お前の方がめめしいぞとか言いながら、ひどいこと、そんなのありながら、まあお互い頑張ろうな、うん、みたいな話をして、交換して紅白も頑張ろうよ、はい、みたいな、うわ今日は一応歌手グループ2組あったわと思って、うん